こんばんは、ワイズです。天水の桜姫実況プレイ始めていきたいと思います。もうね、収穫の時期、新しくダンジョン砦が出てきたんだけれど、そこに行く前にね、もう収穫を早いとこしちゃいたいと思います。というのも、前回から前々回からか何度か見てると思うんだけど、この農書の美の巻、美の春夏秋の巻の秋の収穫のところを見てみると、収穫は早い時期に行うっていうのがあって、これに従うなら、もう雨が降ってようがなんだろうが、もう早めに収穫しちゃうのが必要なんだろうということで、今回収穫しちゃおうと思います。前回まではね、ここの、味、粘り、硬さ、秋の巻を見てたので、乾いた日照時っていう条件で収穫してたんだけど、今はもうとにかく早く収穫するっていうことを目標に、もう急いで収穫しちゃおうかなと思います。はい、じゃあ開始。神戸を垂れる稲穂かな。さあ、ここらで刈り取るべきだ。このね、水に浸かっちゃう感じがなんかいいのかなってちょっと思うけれど、水抜きを先にしとけばいいのか。まあ雨降ってるからどうしようもないじゃないんだけれど、水が溜まってる田んぼに置いておくよりは確かに乾きやすいのかな。まあいっか、始めちゃってるし、次回からちょっと水抜きはしてもいいのかもしれないね。さあ、もう収穫が終了します。なんじゃろ、全部わしのものじゃ。オッケー。で、夜になって、まだ雨降ってんのかな。あ、やんだか。オッケーオッケー。で、涼しい時に精米を行うって書いてあったけど、精米の前にまず乾かすのは必要だと思うので、乾かしてしまいましょう。で、このまま一昼夜時間は過ごさないのかな。まあ、涼しい時に精米すれば、精米までの期間については特に何も言われてなかったので、はさぼしで丸1日ぐらい過ごそうと思います。で、今夜になりたてなので、田植えも帰ろうぜ。とりあえず家に入って夕食を食べていきたいと思います。前回なんだっけ、日の神だっけ、あのステータスにプラスつけたのに、結局それを生かすまでもなく、あの収穫の日になってしまったけれど、自然治癒と腹持ちがついた状態で、これでじゃあ湯気を取っていきます。何かあるかな。特にない。 OK。 で、朝まで休む。晴れてはいるね。秋なりたての晴れの状況だから、あれ雨降ってんの。なんか波立ってるね、水面が。違うか。まだ夏から終わったばっかだから乾いててもおかしくないけど、全然乾いとらんらしい。次の固定は進めないで、とりあえずこの田んぼ自体を乾かしてあげないとっていうのを忘れてたので、まず水を抜いておこう。水の上だとね、乾きにくそうだ。あと 14%。これで一昼夜干して、まあ大丈夫になればいいなっていう感じかな。時間空いてもそんなに問題ないのかな。で、カモたちはもう返してあんのか。そっかそっか。で、武器とか防具も一応作れるものないかの確認だけは事前にしておきましょう。おー、作れるじゃん。下がるけど、装着武器のよもつがみに対するダメージが何倍になる。なるほど、結びの木の花がちょっと貴重品だね。で、小金の日の詩、これは三くまりの雫が貴重品、金鉱石も貴重品か。ただ片手攻撃力が13上がる。なるほど、どうしようかな。作るだけ作ろうか。任せろ。うん、まあいつか作ると思うので早めに作っておきましょう。どうだべ、見たか。見たよ。さあ、では、装備で片手武器のこれか。あ、針線より下なんだ、黒曜の鬼おろしって。じゃあ一旦これはいいかな。で、黄金の日の詩は装備しても良いけれど、衣の進化の効果が上昇か。
今必殺の発生率 5% 上昇だからハリセンの方がなんかいい気がするな。五分五分か、攻撃力も含めると。まあ今一旦ハリセンのままでいこうかな。はい、でそうだそうだ、両手武器は、あ、これが一番強いね。じゃあ問題なしと。で服も変えていきましょうか。神様、何か、あ、材料が足りないね。千年紙とか柿が材料なんだ。傘系のアイテムがいろいろあって布とかがちょいちょい足りないから取引で手に入れるしかないんだね。この辺欲しいものがあれば取引しちゃってもいいんだけど。ああ、こういうのいいね。残属性の受けるダメージ減少とか、あと攻撃中にひるまなくなる。なるほどね。クマとか黒ジカはいつか倒すことがあるだろうから、この辺は素材が集まり次第作る感じでいいのかな。一旦いいかな。はい、じゃあまた材料が集まり次第作るっていう感じで。はい、じゃあ集落ですることが終わったので、いよいよ新しいダンジョンに挑んでいきましょう。あ、その前に収穫ね。どうしようかな。見る手に、見る手に魚の多いところ行ってもらって魚をちょっと取ってきていただきたいが、魚はこの辺多いか。水の浜とかありそうだね。うん、うなぎとか塩とか行ってきます。はい、で、どうしようかな。貝丸も最近収穫あんまりしてなかったはずなので、貝丸にいろんなところ歩き回ってもらおうか。なんか貝丸が持ってくるのって肥料にいいものっていう話だったよね、確か。だから獣の糞とかあればそれはそれでいいんだろうけれど、こういう粉ばっかりのところで粉取ってきたりはしないのかな。ちょっと試してみようか。さあ、では無限城いよいよ挑んでいきましょう。霧の中から突き出るように突如現れた天守、一夜にして建造されたが現実で隠されていたかは定かではない。小ぶりながらも石と鉄を多用する作りはヤナトにおいて他のどの城とも異なっている。え、他に城あったっけ。まあいいや、とりあえず行ってみよう。でもなんか作り的にも、あ、やっぱイベントとか。なんじゃこれは。このような城、一夜城ってことか。うお、こんな一夜無理だろ。霧に包まれた山々とはいえ、これほどの城があれば峠からも影くらいは見えるはずですじゃ、うん、だよね。それに加え、竹レビ様の砦とは明らかに異なる様式。鬼どもを滑る何者かがここしばらくのうちに建てたと見て間違いございませぬ。鬼の多さとならわしらが気づかぬうちにこのような城まで作り仰せるほどの力を持っておるのか。さて、いかがなさいますかな、お姫様。ここまで来たんじゃ、ぶっ潰すに決まっておる。ぶっ潰しましょう。もういきなり敵出てくるのかな。あ、ここから入るんだ。おお、いいね、城内戦いいね、楽しいよね。おお、ワクワクする。建物、おいしょい。どこを見ておれ。裏から殴っていきます。危ない。あ、ちょい、いいね、ハリセンが結構効果的に。危ねえ、爆弾野郎先に倒す。お、跳ね返してきてるよ。爆弾のやつは先に倒しつつ、このでっかいのが鬱陶しいので早めに倒せるように頑張りましょう。これボス判定になってるみたいなんで体力ゲージがあるから、こいつ先に倒せば他の、おい危ない、他のウサギたちも一瞬に倒れてくれるんじゃないかなっていう目算もあったり。危ない、天候石化がやっぱり効くね。どこを見ておれ。オッケー、倒せました。
やっぱりウサギたちも一緒に消えたね。え、なんだろう、ボスラッシュみたいな感じになってんのかなこれ。怖いな、この後。あー、いいな、こういう作り。え、どこ行けんの？あ、左。なるほど。いいね、いいね。はい、無限城、人の間。人の間。人がいる？人じゃねえじゃん。ちょっと待って、キジのボスまでいいんだ。同時に出てくるのね。ほい。この設置技だけだと苦しいか。ちょっと強いな、こいつら、やっぱり。今年の収穫の成果はまだ体力とかに生かせてないからね。どこを見ておれ。よいしょ。いやー、体力半分か。ちょっと自然回復する余裕のない場所だから、あんまり体力を減らさないように戦闘していかないと後々やばいかな。どこを見ておれ。オッケーオッケー。あー、撃ち落とされるね。ちょっと待って、待ちも、おい、ちょい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 。オッケーオッケー。両方に当てていきましょう。でこいつら体力ゲージが1本じゃないからっていうか、なんて言うんだろう、画面下のあのボスゲージじゃないからちょっと油断してるけど、体力的にはボスクラスにあるからね。単純に2人ボスがいるからゲージが1本じゃ表せないっていうだけなんだろうなって思っているところがある。アプリン食らえ。行きたい、行きたいです。あ、危ない。おお、どこを見ておれ。で、オッケーオッケー。これで少しは回復できないかな。無理だよね。いやー、時間的猶予がない。ちょっともう来すぎ。危ない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 。ちょっと待って、猶予をください。危ない。際どすぎ、際どいくせにさ、体力が残りありすぎなんで、こういう倒し方でいっか。あ、危ない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 。目の前が、今回はいける気がする。まだ体力そこそこ残ってるしね。あ、違う方向、危ない。落としていきの設置技を使いの、いで、ここに置いておきますね、攻撃。ここにも置いておきますね。よいしょ。危ない。裏に回って避けてタックル。あー、技ゲージがない。いや、もうちょっとで倒せるはずだから、こういう技で削っていこう。あ、違う違う違う、ちょいちょい待ってね、待ちましょうね。よいしょ。ほっ、回って、これでどうだ、いけた。オッケー、鹿肉とかいろいろ取りました。人の間って言ってたけど、人はいないまま次の間に進みそうかな。ちょっと自然回復を待ってから上がりたいね。オッケー。さあ、無限城、天の間。うおー、ちょっと待って、クマさん。あ、こいつ先に倒そう。こいつもやっぱり中ボス的な扱いになってるんだね、今までのでかい系の。あー、危ない。っていうか、こいつなんか今までと違うな。あ、やっぱり名前ついてんだ。クマ鬼大将小金かいな。うい、ちょっと射程の詰め方えげつないよ。ちょっとこの魔法野郎どもを先に倒しちゃった方がいいんだよな。こういうライデインとかで攻撃してくるので、裏に回っていきます。こいつを倒す。あ、ダメだね、補充されるね、いつまでも。ってことは、こういう風に後ろから設置しておくとか、そういう感じで倒していこう。無限に敵出るって、それはそれでちょっと美味しいんだけどね。アイテムとかを取り放題になるから。あー、ただダメージがやっぱり大きい。このスペースだと自然回復のために逃げ回ることができないからさ、なかなか苦しいんだよね。 OK、 危ない。 OK、 これ当たってんのかな、クマに。危ない。
どこを見ておる。もらった。いって今のカウンター痛いな。やちょ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 っと待って。梅原みたいなことやってなかった今。ジャキンジャキンじゃないのよ。っていうか体力全然減ってなかったよね。あれ無理か。回復した。あれなんか体力ゲージがめっちゃ多かった気がしたんだけど、最後死ぬ直前。そうでもないな。なんだろう。あ、自然回復するのか。なるほど。ちょっとやめてくれ。ああ、ほんとやべえなこいつ。あ、ぶって。どこを見ておる。こっちじゃ。こんぐらいずつ減らしても体力全然減っていかないから。手を止めずにずっと殴り続ける必要があると。今のを聞いたね。いいねいいね。危ない。ライディングやってかわして、裏に回って殴って、裏に回って、でまたこうして、オッケー。倒せろ倒せろ。いけ。もうちょいもうちょいもうちょい。いけ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 。ほっ、いけたー。こいつ強っ。このあといけるかな。あ、でも城の作りが違うから次がボスとかなんかそういう感じかな、もしかして。無限城スクセの櫓、いちいちやっぱタイトルかっこいいな。あ、やっぱ石丸かこれ。見た目ちょっと正直覚えてないが。やはりこやつであったか。眠っておるのか。しかしこの凄まじい邪気、ヒゲにビシビシきますぞ。紛れもなくこやつが鬼どもの長でありましょう。合ってたね。いやでも、竹蛇とかじゃないんだ。橋で会ったガキじゃねえか。お、なんか普通に話せる。久しぶりじゃな。しばらく見ぬうちにえらく強い気をまとうようになったもん。こいつの上がやっぱいそうなんだよな。まあな、てめえらよりもずいぶん前にこの島にたどり着いたからな。磨き上げるだけの暇はあったというわけだ。わしらが島に来たのを知っておって何故本気で攻めてこなんだ。あっちはこっちで手一杯でな。今にも暴れ出しそうな輩を抑えるのに手を焼いていたのさ。別にいるんだやっぱ。なんかままならねえもんだ。あー、第三陣営的なものか。何にせよこれまでじゃな。手下の鬼は総崩れ、もはやお主で最後よ。諦めて降参してもよいのだぞ。最後だと。これまではただの化粧戦だ。化粧戦っていうの。てめえはまだ何も倒しちゃいねえし、何も倒せやしねえ。この俺一人すらもな。変身。ちょっと待って待って、人間じゃないじゃん。もう何その重機。橋での借りを返させてもらうとしよう。あ、言ってるのか。声が聞こえにくかった。なるほど。来ますぞお姫様。ちょっと待って、重機はひどくない。しっかりこやつを止める。クマじゃん見た目。おい危ない。やっぱり重機すぐ撃ってきますよね。あ、でもダメージ的には戦えなくないね全然。どこを見ておる。ほで裏回って、あぶね。どう考えても強いやつあれ。どこを見ておる。これはなんかある程度食らっちゃうの覚悟で裏回り連続でして殴っていくのが正しいかな。
かったな。やべやべ、なんか来る。来ないんかい。あーちょっと重機よ、早っ。弾早っ。てか何あのウサギ、ウサギ何してんの、ウサギ何してんの。待って待って、近寄れなくなった。やべ、遠距離はあかん、こいつら。あ、ウサギが補充してたのか、こういう爆弾とかを。すごい武器変えてくるんだ。うおい、危ない。おい、よいしょい、はい、よいしょ。いける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 。危ない。しかも今空腹って、それはないでしょ。いけたー。いやー、収穫までいけるもんだね。危なかった。これ変身とかやめてよ。もう無理だよ。そのざまではもうさっきの姿にはなれぬじゃろう。やったかはいけないって、言葉的にフラグ立つから。どこかへ去れ。優しい。お主は殺すなと頼まれてました。ああ、言われてたね、確か。殺すなだと、カツラだな。すけすけ尺に座る野郎だぜ。お主を案じておるのだ。うん、すぐには難しいかもしれんが、腹を割って話し合うがよい。あめえな。そんな気があれば、やつの首をかっ切ってやるぜ。それに今頃は。え？今頃は？なんじゃこの大揺れは。屋敷の方危ない？大丈夫？おひいさま、あれを。火山噴火？しとるね。マジか。山が燃えておる。始まっちまったな。石丸が抑えようとしてたやつってこと？どういうことじゃ、詳しく申せ。てめえらも聞いたことぐらいはあるだろう。ああ、そっちか。大水槌のお目覚めだ。たけりびが戦ってた相手ね。大水槌じゃと。バカな、やつはあの時。確かに、奴は都の神と足の連中に隠れを取った。だが死んじゃいねえ。いい時だぜ。この島の地中深く潜んで至福の時を過ごしていたぜ。なんということじゃ。この島にたどり着いたばかりの俺は、奴とはすぐに引き寄ったぜ。無事故の人間抑えきれねえ恨みと怒りに突き動かされている。俺は奴の傷を癒す手伝いをする代わりに、この鬼の力を手に、共に都を滅ぼした暁には、あの橋を渡り、麓の世にまで攻め入るつもりだった。あー、第三陣営じゃなくて、やっぱりこいつの親分になってた感じなのか、大水槌は。なるほどね。目覚めただけでこのありさまだ。地中から飛び立つ時にはこんなもんじゃすまない。何しろ神々の都を木っ端みじんにするために蓄えた力。この島なんてひとたまりもねえだろうさ。おのれ！お待ちくだされ。今あやつを撃っても何にもなりませぬ。田植えもんとの約束もございましょう。だがあやつが報いを受けるのはこれからですじゃ。鬼の力もない人の子がこの島でまともに生きていけるかは、おひいさまもよくご存知でしょう。そうじゃな。わしらを頼らん限り、あやつに安らぎは訪れぬ。これはやばいよね。あそっから出てくるのかな。わしらもこのままでは。うん、だよね。これは普通にカムヒツキ様の助けを借りるところじゃないのかな。砦攻めは完了。もう、ジーよ。今のわしなら、大水槌が倒せると思うか。おひい様は、心身ともに、まことに強くなられました。今では都の神々の中でも、指折りのお力にございましょう。この玉にとって
それは何よりの幸せでございます。これは無理だっていうことかな。しかしやっぱり恐れながら未だ御父たけりび様には遠く及びませぬ上、大水地めもかつてよりはるかに強くなっておるようです。おそらくは都の神が総出で立ち向かわねばならぬでしょう。助け呼んだ方がいいよね。せめてたけりび様、豊花様がお戻りになれば。そうか。おひい様、この島を守りたいですかな。ご両親が出会ったこの島を、おひい様が人の子らとお助け合って暮らしたこの島をですじゃ。喋り終わるとベロベロンって出るのちょっとキュートだな。それはもちろんそうじゃが、わしらだけで何ができようか。前に羽衣の力の話をいたしましたな。力とは応分の報いを求めると、うん、それは裏を返せば対価を払えば力が手に入るという意味にもございます。何が言いたいんじゃ。今こそ羽衣に隠されたすべての力をお使いになるのです。払えるものって何か。その羽衣の真の名は伊勢渡りの比叡、世の境を超える力を宿した布にございます。ああ、修行してくるみたいな。誰が何の目的でどのように作ったものかは分かりません。力を出し切ることで何が起こるのかも分かりません。しかし大水地がいかに強い攻め手を打とうとも、異なる世に送ってしまえばそれはないのと同じですじゃ。そしてこの玉を真剣星玉の剣を溶かして打ち直し、おひい様の新たな農具とするのです。玉爺がいなくなってしまう。真剣の力を備えし農具であれば、大水地の鱗といえど貫けるやもしれませぬ。いいな、この玉のすべてにかけましても必ずや打ち貫いてみせましょうと。剣のままで使えばいいんではないのか。打ち直すじゃと何を申しておるんじゃ。やっぱりそうだよね。しっかり、この玉を宿す我が身は今や剣の束部分のみにございます。溶かして打ち伸ばし、他の鉄を足し合わせることで真剣として生まれ変わることはできますが、おそらくこの心は失われてしまうでしょう。そんな、何故にじいはそんな辛い問いを投げかけるのじゃ。たった一人でわしを育ててくれたじいを家とせよと申すのか。お優しいおひい様、この玉にはもったいのお言葉にございます。嬉しゅうございますぞ。しかしこの玉はやはり一振りの剣なのです。たけりび様と共に幾多の戦を駆け抜け、今再びおひい様の剣として働けるのであれば、それは本望にございます。そもそもそこまでしたところで勝てる見込みがどれだけあるというのじゃ。不尊なる大水地めに矢名と親族の意地というものを見せつけてやるのです。くだらん、くだらんぞ。そんなものが何になる。みんな死んでしまうのかもしれんというのに。そうじゃ、金太が申した通りじゃ。死んでしまっては元も子もない。よいか、こんな話は二度とするでない。これは主としての命じゃからな。おひい様、できないよね。いや、灰混じりの雨か。とりあえず家に帰りましょう。皆や他のことが気がかりですじゃ。どうすればいいんだ。うわ、なんか色味も暗くなってんじゃん。マジか。木枯れてるじゃんこれ。こんなんじゃなかったよねこれまで。うわ、